維新案では、我が国に対する直接の武力攻撃が発生しない段階でもですね、自国防衛のため自衛権の行使を限定的にこれ認めている案であります。したがって、大きな方向性ではですね、一致してるんではないかというふうに考えております。衆議院では合意をすることはできなかったのでありますけれども、採決直前までですね、これは与党と維新との間で、誠実に修正協議、これを行われ、一定の共通の理解が得られたものだというふうに認識をいたしております。協議はですね、今後も継続的に続けられるというふうに思っておりますが、いずれにしろ法案は、国民の生命と安全な暮らしを守るためにですね、何としてもこれは必要だということで、私たちは提出をしておりますので、可能な限りしっかり議論してですね、一致点を見出すべく努力していく必要があるというふうに思っています。ぜひですね、政府の立場においてですね、維新案の参議院に審議におけるですね、この法案提出のことについてはコメントは控えたいと思いますけれども、提出されればですね、そこは当然真摯にこれは対応させていただきたいというふうに思っています。できる限り国会に早く提出をされますことを望んでおります。藤巻武史君。対案を出さないということは、現在のですね、厳しい安保状況をですね、安保環境をでも大丈夫だという理解になってしまうと思います。私どもはやはり近隣の、日本近隣の安保状況、環境はですね、極めて劣化しているという事実に基づき、対案を出させていただいたわけなんで、ぜひ真摯にご検討いただければというふうに思っております。で、次にですね、最初にその安保環境が非常に劣化しているという事実をちょっと確認しておきたいんで、お聞きしますが、防衛大臣にお聞きいたしますけれども、日本の防衛費というのは、対 GDP 比で、かなり大きいのか否か、その辺中国を含めてお聞きしたいと思います。この法案が通ってしまうと、日本が軍事大国になってしまうというような批判も国民の一部にはあるかと思うんですけれども、それは本当なのかどうか、その辺について、防衛大臣にお聞きしたいと思います。中谷防衛大臣。主要各国の2013